どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、塗るだけで髪の毛が綺麗になれる美髪習慣についてご紹介します。今日ねご紹介する3つの方法を取り入れることで、普段ねヘアケアでめちゃくちゃ頑張られてる方多いと思うんですけど、それがより髪の毛の質が変わっていく習慣になりますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。これをね知らないと、普段の疲れだったりとかが結構蓄積されて、肌がねちょっと荒れてきたりとか、その結果髪の毛が乾燥してちょっとパサついてきたりとか、ストレスを感じてマイナス思考になったりとかする可能性もありますので、この方法を取り入れるだけでね、もっとポジティブにね、もっと綺麗になろうっていう風な感じれるような方法になりますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。ということで3つの方法をご紹介します。では早速、寝る前にやる3つの方法。まず1つ目は湿度を 50% に保つ。2つ目は食べ物を食べるときに寝る予定の3時間前に済ましておく。3つ目は頭の上は冷やして首は温める。この3つになります。まずね、一つ目の湿度を 50% に保つっていうことなんですけど、寝るときって暑さだったりとか寒さ、まあこれを調節してね、快適に寝るみたいな感じでね、それが重要かって思われてる方も結構多いかなと思うんですけど、実は一番重要なのは湿度です。これはもう何倍何十倍っていうふうに重要になってます。なのでね、まあ湿度をちょっと調節するということで、まあ加湿器だったりとかでね、50% に保つということをやってください。そうすることによって髪の毛のね乾燥だったりとかパサつきっていうのも軽減できて、潤いがある髪の毛になります。あとはね、まあ枕だったりとかをねこうシルクの枕にする。そうすることによってね髪の毛の摩擦を軽減したりとかできるので、より乾燥が防げて、朝起きた時に綺麗な髪の毛になります。2つ目は食べ物を食べるときは寝る予定の3時間前に済ましておく。これすごく重要なんですけど、成長ホルモンをね効率よく分泌させるためには、よく言われるのがね10時から2時のこのゴールデンタイムに寝てくださいっていう風にね、いろんなメディアさんだったりいろんなところでね、聞いたことあるかと思うんですけど、一番重要なのは寝る前に血糖値を下げてから寝る。これがすごく重要になっています。なのでね、寝る予定の3時間前にはもう食べ物を食べ終えて血糖値を下げてから寝る。そうすることによってね、頭皮だったりとか髪の毛に栄養だったりとか運ばれやすくなる。その結果美髪になるっていう効果があります。3つ目の首から上は冷やして首は温めて寝るっていうことです。頭を冷やすことによって脳みその活動だったりとかちょっと緩やかにさせて、何もね考えないような状態にすることによってね、良い質の睡眠が得られます。首を冷やしてしまうと逆にね覚醒作用、眠りが浅かったりとかしてね、あまり睡眠の質が良くならなかったりするので、温めて寝るっていうことが結構効果的です。お布団をね首までこうかけて寝るっていう、やっぱあの習慣も結構良かったりとか、あとはねこうタオルを巻いたりとか、まあ、タオルってちょっとね痒くなったりする方がいたら、こうシルクのものをちょっと巻いて温めて寝る。そうすることによってやっぱり睡眠の質が上がって、よりね頭皮だったりとか髪の毛に栄養が運ばれる。でその結果髪の毛が綺麗になったりとか、あとはね睡眠の質が上がることによって体も健康な状態、回復もしやすくなります。以上が寝るだけで髪の毛が綺麗になれる美髪習慣についてご紹介しました。この方法をねやっぱ取り入れることによって、普段ねヘアケア一生懸命頑張ってる方がより髪の毛が綺麗になれる、質が上がっていくような状態になるかと思いますので、まあ健康にも作用することなので、ぜひ皆さんやってみてください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。